ケーリングランプリ06は2006年12月30日に京王角ケーリング場で開催されたケーリングランプリである。残りあと2周を通過後、山崎佐藤有坂の北日本ラインが吉岡孔子井上の九州ラインを抑えにかかるが、吉岡が突っ張っていく。これに対して山崎はジャンから発進。最終ホームでは山崎佐藤有坂、手島、五冠、小倉、 吉岡孔子井の上の順。最終バック付近から手島がまくって出て、四角で山崎をまくりきる。その動きに対し、山崎マークの佐藤が、直線に入って、手島後くらいに入り込んで抜け出しを図るが、佐藤後くらいの有坂が内から一気に差し切って優勝。ケーリングランプリ 06GP、出場選手の決定について。 ケーリングランプリ06前夜祭りが行われました。ケーリン JP2006 年12月21日テレビ放送予定スポーツ日本2006年12月26日付の記事にて日本自転車振興会ケーリングランプリ0 6 g p レポート最終批判 n h k 衛星第1放送の中継内において吉岡の表明が放映されたが その際、引退という言葉は、一切含まれていなかった。なお、選手登録削除日は2007年1月12日。有坂37歳最年長 V1997 年の山田博人、2004年の小野俊行に続く史上3、例目井上が低迷乗り越え賞金王日刊スポーツ2008年12月31日。ありがとうございます。